全国お手玉遊び大会が19日赤金ミュージアムで行われ、子どもから大人まで多くのお手玉愛好家が集まりました。今年は新居浜市に本部を置く日本のお手玉の会設立30周年を記念して行われ、3年ぶりに対面での開催となりました。日本のお手玉の会は平成4年9月に設立され、新居浜市で第1回全国大会を開催しました。現在は北海道から沖縄まで全国各地に支部があり、お手玉の魅力やぬくもりを伝えています。19日午前中はお手玉遊び競技大会が行われ、小学校対抗団体戦に9チーム、一般団体戦に8チームが参加し、制限時間内で腕を競いました。午後からはオンライン大会発表会が行われました。はじめに日本のお手玉の会設立30周年を記念して、未来のお手玉をテーマにしたシンポジウムが行われ、日本のお手玉の会2代目会長武田信幸さん、日本のお手玉の会会長宮中久美子さん、東京お手玉理事長尾崎京子さん、鹿児島お手玉の会会長山本清弘さん、新居浜出身のマジシャン黒川亮さん、新居浜高専技術部部長清水理沙さんの6人が参加しました。シンポジウムの中では、これまでの活動を振り返った上で、これからのお手玉の活動、またお手玉をもっと広めるために必要なことなどについて、それぞれの視点からさまざまな意見が出ていました。国民体育大会、あるいはオリンピックスゲームズでデモンストレーションがございますね。開会式の前に、あの10分間時間をいただいて、日本の子ども1000名がお手玉を言ったら、その風景が全国に流れます。日本のお手玉の会全体でそれ取り組んでいきたいと、そういうことをですね、思ってます。世界のお手玉大会 in Japan っていうのをいつかやりたいなと夢見ております。この後、お手玉遊びオンライン大会発表会が行われました。オンライン大会はコロナ禍の中でも発表の場を設けようと2年前から始まり、今年で3回目となりました。昨年の11月15日から2ヶ月間、お手玉を使ったパフォーマンス動画を募集し、愛媛県内のほか、東京、兵庫、福島、香川などから11の作品が集まりました。はじめに事前審査で選ばれた奨励賞の作品が披露され、映像のほか生のパフォーマンスも披露されました。続いて5作品が順番に披露され、6人の審査員がパフォーマンスの面白さ、楽しさ、お手玉技術の素晴らしさなど5つの評価基準をもとに審査を行い、グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞を決めました。見事グランプリには東京お手玉の作品が選ばれました。なお大会の結果はご覧の通りです。